自分が嫌になっちゃった。グズでいつもおたおたしちゃって。私がしっかりしていたらもっとつづみの助けになれるの。いえ、私っていつもそう。何も自分で決められなくて、さやかのことだって神岡くんに相談しちゃって。お池の水、やっぱり冷たいの。昨日、私が池に落としたボールペンを取ろうとした時、井上くんが水が冷たいし深いからやめとけって言ったよね。でも、掃除したのはプール開きの前、水の冷たい時期じゃない。私、紛失事件の犯人は井上くんだと思うの。動機はわからない。私も井上くんが犯人だとは思いたくない。だけど状況を考えると彼が犯人の可能性が強いと思うの。事件が話題になった日、井上くんに事件について聞いた時、彼、林道先生、鍵がなくって大変だったろうなって言ったよ。井上くん、なぜ鍵も一緒に盗まれたこと、つまりポーチの中に鍵があったことを知っていたんだろう。井上くん、神岡くんにペンダントが使い物にならなくなったらどうするって言った。どうしてそんなこと聞いたんだろう。普通はそんなこと聞かないよね。井上くんが林道先生は鍵がなくて大変だっただろうと言った時から気にかかっていたの。それが昨日、つづみがポーチを見つけペンダントが壊れているのを見て、井上くんが犯人の可能性が強いって思ったの。実は私、あの時ポーチを見つけていたの。何かあると思って覗こうとしたらボールペンを落としちゃって。だから井上くん、ポーチが見つけられることを恐れて私を止めたんじゃないかしら。
実な証拠があるわけじゃない。だけど真犯人しか知り得ないことを井上くんは喋ってるわ。ショートにしたい、鼓みたいな。